ストーヤ・イデメは、ハンガリーの軍人、政治家、外交官、大将、首相、セルビア系で、セルビア名はストヤ・コビッチ。ナチス・ドイツの支持を得て、ハンガリーの首相に就任し、新独政策を行ったが、連合国との講和を模索するセッションホルキー、ミクローシュによって解任された。オーストリア・ハンガリー軍に入隊後、第一次世界大戦に従軍。 戦時中に大佐に昇進する。終戦後は一時ユーゴスラビア軍に入隊した後、1919年にホルティミクローシュの率いるハンガリー国民軍に参加し、共産主義者に対する白色テロに従事した。1941年11月26日、ハインリヒヒムラーと談笑するストーヤイト、バールドシシラースローホルティ政権下のハンガリー軍では、少々に昇進し、 防雨用部門を担当した後、1925年に中ベルリン駐在部官に任命され、ドイツの軍部と政界で交友を広めた。また、1927年には生命をハンガリー式のストーヤイに改めた。1933年から1935年まで国防省で勤務した後、同年に中将に昇進し、中ドイツ大使に任命され1942年まで、 努めた。大使在任中はナチス最高指導部のアドルフ・ヒトラー、ヨーゼフ・ゲッペルスと親交を深め、ドイツの政策を支持するように、ハンガリー本国に働きかけた。1944年3月、ドイツ軍は、マルガレータ作戦によって、ハンガリーを占領し、連合国との講和を模索していた、カーロイ・ミクローシ首相を解任し、ホルティを軟禁した。 ドイツ特使のエトムント・フェイゼンマイヤーは、ドイツに協力的なイムレーディ・ベイラを首相に任命するようにホルティに提案したが、ホルティは提案を拒否し、代わりにストーヤイを推薦した。ホルティは、ストーヤイが、親読的であることは知っていたが、大倉官僚のイムレーディよりも、軍人であるストーヤイの方が、ドイツの圧力に抵抗できると考えていた。 フェーゼンマイヤーも親独派のストーヤイの首相就任に同意したため3月22日にストーヤイは首相権外務大臣に就任した。1941年3月新英隊部隊を越兵するストーヤイとバールドッシストーヤイはドイツの政策を支持し東部戦線におけるハンガリー軍の増強を図ると同時に活動を禁止されていたファシズム政党 や十字党を合法化する一方で、左派政党を解散させ、ハンガリーに拘留されていた全政治犯を消したっぽに引き渡した。また、ホルティが首相就任を拒否したイムレーディを大ラ大臣に任命するなど、ナチス寄りの人物で内閣を固めた。しかし、ユダヤ人の強制移送を進めたことで、ホルティの反感を買ったため解任されそうになるが、ヒトラーの介入により留された。 その後、ホルティは8月7日にユダヤ人の強制移送を停止させると同時に、イムレーディを財務大臣から解任し、ストーヤイに圧力をかけた。病気のため入院していたストーヤイは24日に辞任することに合意し、29日に首相を辞任し、新英米派のラカトシュゲイザ将軍が公認の首相になった。 10月15日のパンツァーファウスト作戦でホールキとラカトシが失脚した際は病気のため再任されず野獣児島のサーラシ・フェレンツが新首相に任命された。1945年4月、ドイツ軍がソ連軍によって駆逐されるとストーヤイはハンガリーを脱出しアメリカ軍に投降するが10月にハンガリー臨時国民政府に引き渡されハンガリーで 人民裁判にかけられた。1946年3月22日、ハンガリー人民裁判所により、戦争犯罪で死刑判決を言い渡され、8月22日に銃殺刑が執行された。ありがとうございます。